の広さって分かりますか？すごいですね。ブワーンと出てますね。人気の70年ギルドが入荷しました。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。炎のアコギアオットリーヤ中澤チャンネルでございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルはですね、アコギ好きな店主私がですね、当店に入荷するたくさんのギターをいろんな角度からご紹介させていただく、アコギ好きにはたまらないチャンネルとなっております。本日もですね、素晴らしいギターをご紹介させていただくんですけども、本日は人気の70年ギルドをご紹介させていただきたいと思います。はい、ということで今回ご紹介するギターはこちらでございます。ギルド F47 でございます。はい、こちらの F47 はですね、1974年製となっておりまして、人気の70年ギルドとなっております。このチャンネルをですね、最後まで見ていただければ、この70年ギルドのですね、素晴らしいところっていうのがしっかりとわかりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ということで早速なんですけども、こちらのギターのおすすめするポイント3つご紹介させていただきます。まず1つ目なんですけども、スペックコンディションでございます。ボディ形状なんですけども、約16インチのスモールジャンボと言われるですね、ボディサイズとなっております。ギブソンでいうと J200 より一回り小さいサイズとなっております。このサイズ感がですね、絶妙にいいんですね。この抱えた時にこのくびれの部分がですね、ちょうどこの太ももにシュッと入りまして、非常にこの弾きやすいということで評価が高い、評判が良いですね、ボディサイズとなっております。はい、トップの方がシトカスプルース、サイドバックの方がマホガニーのオール単板となっております。ネックの方マホガニー、シバンとブリッジの方はエボニーとなっております。はい、そしてこのピックガードがですね、非常にこの特徴的でございますね。はい、そしてこの重量感なんですけども、非常にずっしりとしたですね、この重量感がございます。この重量感があることによって、このサウンドの方もですね、重厚感があるサウンドとなっておりますので、ぜひそのあたりも楽しみにしていただければと思います。はい、ネックのサイズなんですけども、ナット幅が約43ミリほどで、シェイプはですね、そうですね、ゆるい V シェイプ、薄いかまぼこ型といった感じで、あまり癖のないですね、ボディシェイプというのが特徴でございます。はい、そしてコンディションなんですけども、まずですね、このトップの方ですね、この指板の横、このピックガードのですね、この際に沿ってですね、クラックの方が入っております。そしてこのブックマッチの方にもクラックが入ってるんですけども、しっかりとリペア済みですので、ご安心していただければと思います。はい、それ以外はですね、大きな傷、ダメージというのはパッと見あまりないですね。もう製造から46年経っておりますけども、非常にヴィンテージモデルとしてはですね、良好な個体なんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、フレットの方もまだございますし、ネックのコンディションも抜群でございます。弦高も適正にですね、調整済みですので、末永く安心してお使いいただける個体となっております。はい、そしてですね、なんとですね、ギターの要とも言われますこのナット、そしてこのサドルをですね、当店で新規交換させていただいておりますオットリーヤツーン済みでございます。はい、それによってですね、音の粒というのがよりはっきりしておりまして、シャッキリとしたサウンドになっておりますので、さらにですね、こちらのギターのサウンドポテンシャルをアップさせていただいておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、ではですね、こちらのギターのおすすめするポイント2つ目でございます。サウンドでございます。お待たせしました。はい、この70年代のギルドサウンド、やっぱりファンの方が多いっていうのもですね、もう納得のサウンドでございます。この低音から中高音のですね、バランスの取れたサウンド、そしてこのレンジがブワーンと広がるですね、この中高音のきらびやかさ、非常に素晴らしいサウンドでございますので、ぜひ聴いていただければと思います。弦の方はですね、フォスパーブロンズのライトを使用しております。まず固めのサウンドでございます。柔らかいサウンドです。
はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。まずこの低音ですね。いかがですか、この太い深い低音。先ほども言いました、この重量がやっぱり重たいっていうことがありまして、この重厚感があるですね、深い低音、お腹にビンビコビンビコしっかりと伝わってますね。このボディもですね、このスモールジャンボということもありまして、非常にこのお腹に本当に響いてきます。そしてこの中高音、この中高音からブワーンと広がるこのレンジの広さ、わかりますかね。そしてこのロングサスティン、素晴らしいサウンドですね。このギターの要とも言われますこのナットとこのサドルを交換していることによって、音の粒というのがはっきりしておりますので、よりシャッキリした感じっていうのが分かりますかね。はい、よくですねこのギルドのサウンドというのはギブソンとマーチンのちょうど間のようなサウンドともよく言われるんですけども、ちょっと私は違うんじゃないかなと思います。まさしくこのギルド特有のサウンドですね。はい、まずこの深い低音、この重厚感があるサウンドっていうのはですね、本当素晴らしいですね。そしてこの中高音、ギブソンの J45 のようなマホガニーのギターとは全く違いますし、ローズウッドのですねマーチンの D28 とも全く違います。もうこれぞギルドサウンドっていうところでございますよね。だからこれだけヴィンテージのギルドにファンが多いっていうのがもう納得できるような気がします。素晴らしいサウンドでございます。といった感じでしっかりとなっております。はい、ではですね、次は指弾きで弾いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この一音一音きらびやかな綺麗な音色しっかりと出てくれますよね。ピックを使ったコード奏譜からこういった繊細なアルペジオだったりとかソロ弾きまでオールマイティーにですね、これ一本でお使いいただける、そんなギターじゃないかなと思います。
はい、ではですね、こちらのギターのおすすめするポイント、最後3つ目でございます。希少性でございます。はい、この70年代のヴィンテージギルド、なかなかですね、近年ですね、ユーズド市場でも減ってきております。中でもこれだけ状態のいいものっていうのはあまり残っておりませんので、ぜひですね、ヴィンテージギルドをお探しだった方はですね、これを機会にご検討の方をお願いいたします。ぜひですね、この70年代のギルドを弾いてですね、あの懐かしい頃の、あの青春時代の頃のですね、思い出の曲なんかをですね、弾いてみるのもいいんじゃないでしょうか。本当素晴らしいギターでございます。はい、こちらのですね、ギターの詳細、価格、在庫状況につきましては、欄外にですね、J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、ぜひそちらの方からご確認の方をお願いいたします。はい、ということで、本日は1974年製ギルド F47 をご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルを見てですね、なかなか面白いじゃないかなと思った方はですね、ぜひチャンネル登録といいねの高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。はい、そしてですね、当店の方では LINE アットのサービスもしております。 LINE アットの方ではですね、当店に入荷したばかりのギターをですね、最速最優先で配信しておりますので、ギターをお探しの方、アコギ好きな方はですね、無料ですので、ぜひご登録の方お願いします。ご登録していただければ、探してたギターがですね、売り切れる前にですね、情報をゲットすることも可能ですので、ぜひご登録の方をお願いいたします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。やおや。お前で切るで切るで切る、だからで切るで切るで。